チャンネル登録1万人突破ありがとうございます。ということで1万人突破記念質問コーナーをしていきたいと思います。まずは私についての質問から。身長は155センチ、体重はアラフィフ。お仕事何してますか？ジムのアルバイトです。カラコンしてる？してません。 YouTube 始めたきっかけは影響力が欲しかったから。最近ハマっていることはオーストラリアにいた時の動画を見返すこと。家族構成はパパ、ママ、お姉ちゃん、弟、ネネ。小町さんのご両親素敵すぎます。また小町パパママの出演ありますか？嬉しい。パパママの出演あります。また家族との動画も撮っていきたいと思っているのでお楽しみに。編集は独学ですか？独学です。どうやったら会えますか？もっと影響力のある人になってオフ会したりイベントができるようになったら会えます。コーヒーや紅茶飲めますか？コーヒーは毎日ガバガバ飲んでます。紅茶飲めません。スイーツは作りますか？スイーツは作れません。好きなブランドはない。服に興味がないんです。強いて言うならば古着が好き。好きな芸能人、俳優だったら小池徹平さん、女優だったら吉高由里子さん。好きなお魚は何ですか？お刺身ならサバ、焼き魚ならサバ。続きまして、酒、飯系の質問に行きます。世の中で一番好きなお酒と食べ物は？一番好きなお酒はビール。一番好きな食べ物は卵。一番好きなビールは何ですか？キリンの一番搾りです。なんでキリンが一番好きなんですか？居酒屋さんでビールを飲んでる時に、なんか今日めっちゃ飲めるなっていう日のビール、だいたいキリンだったの。だからおすすめおつまみトップ5。あーもう難しいよこれ。だっていつも美味しいんだから全部おすすめなんだもん。前回の質問コーナーでも答えたから、最新のおつまみトップ5発表します。第5位、トマトとツナの和風マリネ、さっぱり美味しかった。第4位、ナスツナマヨオンザ卵。これね、インスタ的にはねリアクションあんまり良くなかったんだけど、マジで美味しかった。ぜひやってみてほしい。第3位、エビとブロッコリーの生姜マヨサラダ。生姜マヨっていうのをね、私初めてやったんだけど、ね、めっちゃ美味しかった。これおすすめです。あー難しい。あー2位と1位難しいな。第2位、ジャガスピナッチーズガレット。これはねもううまいね。これはもうね美味しかった。おやつにもいいし、食べ応えあるし、美味しかったやつ。第1位、止まらんワカモレ。これはね簡単。作るのがこんなに簡単なのに、なんか料理できる人っぽくない？で、なんか味もよく食べるっていう味じゃなくて、なんかちょっとおしゃれな気持ちになるというか、全方向において完璧みたいな。オール5の優等生。おすすめのお酒トップ5。こんなのは難しすぎる。じゃあよく分かったんですよ。第5位、道盛りっていう日本酒。これはね本当に美味しい。日本酒飲めなくても飲めるんじゃないかなってぐらい飲みやすくてめちゃめちゃ美味しいです。第4位、氷結無糖レモン。もうこれはねよくコマ言ってるんだけど、もう氷結の無糖レモンしかね、レモンチューハイは勝たん。あれは最高、本当に美味しい。缶チューハイで一番好き。第3位、ミノリオン。前にね、おともにっていうクラフトビールの定期便の動画を出したんだけど、その時の一番初めに飲んだミノリオンっていうクラフトビールがマジで美味しかった。あれ本当にケースで欲しいぐらい、マジでおすすめ。第2位、黒霧島ソーダ割り梅干し入り。まあね、もう黒霧はね大好き。もう知ってると思うんですけど、黒霧のソーダ割りに梅干し入れたやつマジで無限に飲んどられると思う。そのぐらい好きです。はい、栄えある第1位、もうキリンの一番搾り。これはもう第1位、でも殿堂入り。キリンの一番搾りあればコマの機嫌が良くなるから。最後の晩餐に食べたいものは？これ難しいよ。1個でしょだって。家族と食べる焼肉。何のお酒が一番酔いますか？テキーラとストロングゼロ。ストロングはロン缶1本飲めない。どのくらい飲めますか？飲むものとか体調とかにもよるけど、多分酒豪飲み会が私の限界だと思うよね。って考えると、ビールロン缶2本、スパークリングワイン1本、黒霧5、6杯で、調子が良かったらそこにマッコリとか缶チューハイがちょっと飲めるかなぐらいかな。酔ったらどうなりますか？ポンコツになります。お酒好きだけど弱すぎてあまり飲めません。おすすめの飲みやすいお酒教えてください。もうあんまりアルコール低いの飲まないからな、難しいな。お酒感ないのってことだよね。
カシスオレンジ、スクリュードライバー、カルアミルク、ビールに挑戦したいならばシャンディガフって言ってビールとジンジャーエールで割ったやつはめっちゃ飲みやすくておすすめです。お酒はどうしたら強くなれますか？いっぱい飲む。あとはお水と一緒に飲む。お水と一緒に飲むと多分いつもの2倍ぐらい飲めると思う。一番リピート率の高いおつまみ、アボカドリップ。休肝日はありますか？あります。最近マジで健康に気を使って結構休肝してるよ。前はね週5とかで飲んどったけど今週 2,3 しか飲んでない。たくさんお酒飲んで健康診断で肝臓とか引っかからないですか？肝臓は引っかからんだけど、コレステロール値は毎回異常値。これあのお酒関係なしで普通に自分体質的に加速性高コレステロール血症っていうあの病気があって、もう昔からずっとコレステロールはもうメーター振り切れてます。次、ダイエット系。この質問めっちゃ来たのよ。どうやって体型維持してますかみたいな、うん、機械で間違えてますよって。それもっといっぱい食べてるのに細い子とかに言うやつじゃん。いっぱい食べていっぱい大きくなっちゃった子にそれ聞いても、いやあのね、まあ、なんだけど、でも家族性高コレステロール血症っていう病気を持っているので、撮影日以外は結構健康に気を使ってる方で、あんだけ飲んでるけどこれ以上太ることはないんだよね。だからまあキープは確かにできている標準体型で。爆食の次の日どうしてますかとか、撮影日以外の1日の食事どんな感じですかとか、体型維持するために何か特別なことしてますかとか、そういう質問もいっぱいいただいたので、撮影日以外の1日の動画はまた別で出します。でもその家族性高コレステロール血症っていう病気だけども、でも毎日あんな暴飲暴食してるわけじゃないし、ちゃんと薬も飲んでるし、全然その心配するようなことじゃないので、あのちょっとこれからの動画、あ、こまちゃん大丈夫かなみたいな、その心配の目で見ないでくださいね。それでなんかゆめちゃんとの動画もっと見たいですっていうお声をたくさんいただくんだけど、ゆめちゃんとの飲み会はあの普段の飲酒量の4倍ぐらい飲んでるから、今以上に酒豪飲み会を増やすことはないと思います。あの動画ね、たまにだからあんだけ楽しくてあんだけポンコツに酔っ払えるみたいなところもあるので、あれはね、うん、たまにがちょうどいい。続きまして、人生系。座右の銘は、凸凹な道を行ってた方が振り返った時に楽しい。これはね、あのベッキーさんの風の調べっていう歌の歌詞の一部なんだけど、めっちゃいいなと思って、なんかもういろんな思い詰まってるくらい。例えば挑戦して失敗することも振り返ったら あんなこともあったなってなるし、思い返したくもないくらい辛いことを経験しても笑い話にはできないかもしれないけど、人の弱さを知れたっていう経験にはなるじゃん。だから安全な道、失敗しないように傷つかないように安全な道を行くよりも、もういろんなことして振り返った時にめっちゃデコボコやんってなってる時の方が面白いよねっていう。その時嫌な思いしても大丈夫、こっちの方が楽しいよって思うようにしてます。ズバリ、こまちゃんのアイデンティティは。アイデンティティってなんだ？自他共に認める自分像。難しい。なんだろう。メシテロの神。未来予想図はありますか？25歳フリーランスになる。26歳オーストラリア一周する。27歳海外旅する。28歳田舎に引っ越す。29歳一生を添い遂げる大切な人に会う。32歳結婚。何でもいい、もう幸せであれば何でもいいです。多分コマの未来は、ね、幸せで溢れてます。嫌なことがあった時や落ち込んだ時どうやって切り替えてますか？お酒を飲むって言いたいところなんだけど、これあんまり良くない。嫌なこととか落ち込みの度合いにもよるんだけど、あ、もう本当にグワッて落ちちゃってる時はマジでお酒飲まない方がいい。例えばね、仕事とかで、あーもうなんだあれみたいな、あーもうやだやだみたいななった時とか、例えば彼氏と喧嘩してまあまあくつくってなった時とか、そんな感じだったらお酒飲んでいっぱい食べて忘れようみたいな、めっちゃありだと思うけど、ガチで落ち込んでる時お酒は助けてくれないから、むしろ悪化すると思うからね。嫌なことや落ち込んだ時はコマは連絡とか周りの一切シャットダウンして、もう好きな音楽聴くとか好きな映画見るとか、自分だけの一人の世界に入るから。あと散歩する、あと寝る。散歩は結構いい。嫌なこととか落ち込んだことがあった時ほど、お部屋を掃除するとか模様替えするとか筋トレしたりすると意外とスッキリする。部屋汚いと多分落ち込み晴れないと思う。人生における決断の軸は何でしたか？面白いかどうか。でも昔はね、続けられるかどうかで考えてたんだけど、
もう無理だわと思って、こう続けられないんだから、うん、もう諦めた。それは続けようって思ってやると大体うまくいかなかったから、もう続けることを考えずに、もう面白いと思ったらやる。あとはパパに言えるか言えないか、パパは怖いとかじゃなくて、なんかパパに言えないことはやっちゃダメみたいなのがある。どうしたらコマちゃんみたいに笑顔で毎日過ごせますか？頑張らないことかな。できないことはもうできないんだから。自分に期待しないで、人にも期待させないで、期待に応えようとしないとかかな。例えば夜眠れないんだけど、夜眠れないなら寝れる時に寝ればいいやと思って、頑張って夜寝よう寝ようってするんじゃなくて、もう寝れる時に寝る。もう結構人間関係苦手で、誰かと会ったりするとめっちゃ疲れちゃうね。そういう時はもう会わない。例えば友達とか会わなくなったら、友達じゃなくなっちゃうかなとか、仲悪くなっちゃうかなとか、なんかそういうのもうあったんだよ昔は。でももうしょうがない。一人では生きていけないけど、いろんな人と関わることで自分が疲れちゃうなら、自分のペースで人に会ったりするかな。そういう面で頑張らないっていう感じ。頑張る必要なかったことを頑張らないようにしたらね、結構笑顔が増えました。あとはやっぱ美味しいものを食べるだよね。もう美味しいもの食べてる時とか、美味しいもののことを想像してる時って、もう勝手に笑顔になっちゃうんだから。野望を教えてください。野望ってなんだ。身の程を超えた大きな望み。いっぱいの人を幸せにすること。最後、恋愛。スキピはいますか？いません。こういう異性に惹かれる、付き合いたいと思う異性はどんな方ですか？運がある人。なんかさ、この人と一緒に終わったらなんかいいこと起こるみたいな人いるくない？例えばドライブしてて海辺走ってるとするじゃん。そんだらなんかイルカが飛んでとか、そういうなんか幸せを引きつける力がある人がいい。幸せを引きつける力がある人って大体ポジティブで前向きだから、そういう人がいいですね。2ヶ月前に振った元彼に戻りたいと言われて戻るか迷ってます。迷ってる時って戻らない方がいいんですか？戻らない方がいいと思います。まあ、別れ方にもよるけど、2ヶ月は早くないって思っちゃう。何も変わってないと思うよ2ヶ月じゃ。彼氏がもしキャバクラの女の子と連絡取ってたら、一緒にキャバクラついてってその女の子を指名して一緒に飲む。一緒に仲良くなる。で3人でディズニーランドとか行ってデートするかな。みんなでね。お酒飲めない男の人どう思いますか？かわいい。彼氏の胃袋をつかむ料理。ガリバターチキンライスで作るオムライス。まあ、別にこれを彼氏に作ったことはないんだけど、多分これを食べたら男性は大体胃袋をつかまれると思います。彼氏に初めて手料理を振る舞うなら、彼が好きな食べ物を彼が今まで食べた中で一番美味しく作る。まだまだね、たくさん質問いただいたんだけど、今日はこんな感じで抜粋して質問に答えていきました。皆さんたくさんの質問ありがとうございます。あとね、質問じゃないけどコマちゃん大好きみたいな、もう応援コメントとか愛の言葉をね、めちゃめちゃもらって、もうね、私これ多分人生で一番好きって言われたかもしれないぐらい、今超絶モテ期。みんなの応援の声とかコメントとか高評価とかのそういうリアクションのおかげで私は頑張れるし、チャンネルも大きくなっていくので、めちゃめちゃ感謝してるし、これからもよろしくお願いします。はい、ということで終わり。バイバーイ。